プログラムの実行環境を作ります。評価ボードと E1 エミュレーターとパソコンを接続します。まずパソコンと E1 エミュレーターを接続します。次に E1 エミュレーターと評価ボードを接続します。最後に評価ボードとパソコンを接続します。デバッグツールを設定します。プロジェクトツリーの RL78 シミュレーターを右クリックし、使用するデバッグツールを RL78E1 を設定してください。続いて E1 エミュレーターを接続する際の電源設定、プログラム実行中にメモリー空間を読み込めるようにする設定を行います。接続用設定のターゲットボードとの接続は、エミュレーターから電源供給をするを EA に設定してください。デバッグツール設定の実行中のメモリアクセスは、実行を一瞬停止してアクセスするをハイに、表示更新間隔を100にそれぞれ設定してください。マイコンにプログラムをダウンロードします。デバッグツールの設定が終了したら、作成したロードモジュールをマイコンにダウンロードします。 AD 変換で取得した値をモニターします。 AD 変換で取得した値は G_TMP に格納されます。そこで G_TMP をウォッチ登録して動作をモニターできるようにします。プロジェクトツリーの R_CG_ADC_User.C を開き、変数 G_TMP をウォッチ1に登録します。プログラムを実行してセンサーの動作を確認します。実際にマイコンにダウンロードしたロードモジュールを実行してセンサーの動作を確認します。先ほどウォッチ登録した G_TMP の値が表示されます。センサーを手で覆ったり、蛍光灯などの光源に近づけてみたりしてください。値が変化していることを確認できます。なお、この時点ですでに LED も点滅するので合わせて確認してください。解析グラフパネルでセンサーの動きをグラフ表示します。センサーの動きをグラフ表示させる設定を行います。ここでプログラム実行中の場合は必ずプログラムを停止させてください。画面左上のアイコンをクリックするとグラフウィンドウが表示されますので、反映ボタンをクリックします。グラフ下画面にG_TMP が追加されたことを確認してください。次にプロジェクトツリーのプログラム解析を設定します。値の推移の全般とチャンネル1をそれぞれ最適化してください。ここまでの設定が終わったらプログラムを再度実行し、解析グラフで波形が表示されることを確認してください。以上でプログラムは完成です。デバッグツールを停止させてデバッグを終了します。プロジェクトを保存してキューブスイートプラスを終了します。続いて SA デザイナーを終了します。今回使用した回路の設定ファイルの保存を聞かれますので、必要に応じて保存してください。
成したプログラムをマイコンに書き込んでみましょう。まずは書き込みツールを起動します。新しいワークスペースの作成、ベーシックモードを選択し次へ進みます。マイクロコントローラーは RL78G1A、 R5F10ELE を選択し、任意のワークスペース名を入力してください。使用ツールは E1 を選択してください。通信速度はデフォルトのままお使いください。電源については何も選択しないでください。完了をクリックしてください。参照ボタンで今回作成したプロジェクトファイルを指定してください。スタートボタンを押すと書き込みが始まります。正常終了が表示されたら書き込みは成功です。ファイルタブから終了を選択して終了させてください。以上で SA デザイナーキューブスイートプラスでのプログラム作成書き込みは完了です。プログラムが無事完成したら実機で動作確認してみましょう。評価ボードにあるリセットスイッチを押して評価ボード上の IC を一度リセットしてください。センサーを手で覆うなどして LED が明るさに応じて変わるのを確認してください。以上でスマートアナログの開発は完了です。このビデオではスマートアナログを初めてお使いいただく皆様に、センサーのシミュレーションからマイコンのプログラム開発、実機動作確認までを解説してきました。スマートアナログには他にも便利な機能がたくさん搭載されています。今後は別のセンサーの制御などぜひチャレンジしてみてください。